中日は24日、同日に行われた立浪和義監督のオーナー報告に関する大島雄一郎代表取締役オーナーの談話を発表した。前半戦終盤は苦しい戦いが続きましたが、4月には2891日ぶりに首位に立つなど、さっきまでとは違う戦いぶりを見せてくれていると思います。本調子でない選手もいる中で、一回りも二回りも成長した姿を見せてくれる若手もいますし、新戦力の活躍も目立っています。昨年の小二時期はすでに負け越しが14に膨らみ、3ぐらいまでのゲーム差は 9.5 で最下位に沈んでいました。今年はまだ、十分に A クラスが射程圏内ですし、さらに上位を諦める状況ではありません。立浪監督にはコーチ、選手、スタッフと協力しながら、ここまでの課題をしっかりと分析、把握して、巻き返してほしい。マジか。トップダウンで変えないとチームは変われないなこれは。続投確定演出で笑えん。これは来年も立浪か。オーナーちゃんと試合見てるかな？予想通りのお言葉。どこのチームの話かな？声は盲目。どこに評価できる点があるんだよ教えてくれや。前年 A から4位で折り返しの監督に対しては結果には満足していないと与田監督には伝えたとコメントしていたのに、オーナーがこんなこと言ったら現地のヤジはさらにすごいことになるな。投手の成績は昨年よりいいとは言えないと思う。特に先発投手が高橋宏斗がいなかったら終わってる。福岡や東京の球団みたいに潤沢な資金がないことはファンの誰もが理解しているだろう。ただ、決して余裕があるわけではない広島カープなんか、着実にチーム作りが進んでいるんだよね。もちろん立浪監督が全て悪いわけでない。ドラフトや育成含めここ10年弱の球団としての戦略が見えてこない歪みが今に及んでいることが大前提ではあると思う。